ロックマンエグゼ3ブラック。前回の追加プレイしていきましょう。ポポに、あれだよね。データディスコ渡してほしいって言われて、届けに行くとこですね。ショートカットが完成した。そうなんだ。よかよかへのショートカットがめちゃくちゃありがたいな。基本的にあれだろ？そこを使って、行こうなってことなんだね。いるかな？忙しいからな、あの人。いね。機械修理がいい修理です。でもね、まだ少し時間かかるかと。どうしよう。データディスク。機械修理なら今、オフィシャルとの合同ミーティング中だよ。届くの？ああ、それなら私が代わりに渡しておくよ。ああ、残念だな。エレベーターの扉が、ネット、タイミング悪。データディスクを持ってきてくれたのか、ありがとう。うん、研究者のおじさんに渡しておいたよ。ところで、なんでこんなところにエンザがいるんだ。オフィシャルだろう。年々凶悪化していく、ウイルスへの対策について、各省とオフィシャルで合同ミーティングをしていたんだ。そこで偶然会ってね。そうだ、パパ。俺明日、N1 グランプリに出場するんだ。それはすごいな。今、街で話題になってる N1 グランプリに？けど明日か。パパ、明日も会議の予定があって、応援に行けそうにないな。すまんね、と。そんなの分かってるさ。それに、先に行ってたら、応援に来るために無理して仕事するだろう。いつも心配かけてすまないな。それじゃ、応援に行けない代わりにこれをやろう。N1 グランプリは激しいバトルが待ってるだろう。またペットが壊れたらいけないからな。ペットケース。それにペットを入れておけば、象が踏んでも大丈夫だぞ。完璧ケースかよ。そういえば、エンザン君も N1 グランプリに出場するのかい？ええ。お家の方は誰か応援に？応援には、来ません。そっか。まあ何せよ、二人とも優勝目指して頑張るんだぞ。じゃあ、パパ仕事あるから、そろそろ行く。これ、なあ、自分の父親と比べちゃうやな。エンザン、明日は負けねえぜ。この間も言っただろう。貴様など眼中にない。優勝するのはこの伊集院エンザンだ。明日は、一回戦で消えないようせいぜい頑張るんだな。決勝で待ってるぜ。なんだよ、そんなに取らなくていいじゃんかよ。たく、なんだってんだよ。まあ、ネット君、エンザン君も試合前で気が立ってるんだよ。さ、お疲れも済んだし、うちに帰って、明日に備えて早めに寝ちゃおうよ。まあ、わかってるよ。絶対あいつには負けねえぞ。どうしたん？株式会社 IPC は、日本でも5本の指に入る大企業です。そして私たちの大事なスポンサーの一つでもあります。スポンサーね、化学賞ってでも、何？公のっていうか、公の機関じゃないよ。ペットケースってさ、別に、違う。なんか、変わるわけじゃないのか。ギガクラスってなんだ？ギガクラスってどういうチップだっけ？全然覚えてないわ。寝ちゃおう。オッケー、おやすみ。N1 グランプリ本番の朝。ネット君朝だよ。あと5分。って、今日は N1 グランプリいいじゃん。寝起きいいなぁ。だわ。もう少しで寝坊しますところだったぜ。本当にもうこんな大事な日くらい自分で起きてよね。んなこと言っても、緊張して寝つけなかったんだから仕方ないじゃん。それはそうと、今日頑張ろうね。マチ、寝るからには優勝狙うぜ。うん、その息だよ。さ、N1 グランプリ会場のテレビ局に行こう。確かテレビ局ってビーチストリートってとこにあったよな。よし、出発だ。メール。おっす。いよいよ今日は N1 グランプリ本番だな。俺は A ブロックだから試合開始が早いんだ。先にテレビ局に行ってるぜ。決勝で会おうな。絶対お前じゃないもんな、決勝戦の相手。行ってくるよ。ママはテレビで応援してるわ。頑張ってらっしゃい。怪我しないように気をつけてね。来てくんないんだ。わりかし暇だろう。暇ではないのか。
はい、犬丸観戦ツアーそろそろ出発します。皆さん準備してください。駅員がやんの？あの仕事。ビーチキップを使った。曲いいな。後ろ旦那遅いわね。こんなんじゃ犬丸に遅れちゃうよ。どうせ早く行っても待ってるの暇じゃん。だからこれウィンドショッピングしてるのよ。ポーズおかしくない？マネキン。N1 会場は坂道を下ってさらに向こうか。坂道？これ？ああ、ここか。入っとこう。プラス100か。入れれるかな。欲しいけどな。ここ全然入れれるな。いらんのかな。あ、これダメだわ。じゃあまあ相手し入れとくか。チャージ、ちょっと待って、ここでもいいのか。間違えた。これバグスタイルってどうやってやるんだっけ。バグのまま放置するんだっけな。忘れたな。これなんだ。今日本中の子供たちに大人気のスーパーヒーロー電子レンジャーのレッドとブルーだ。なぜレッドだけはバンドをまとっているかというと、レッドがリーダーだからだ。レッドの放つ必殺技電子ドリルパンチは一見の価値ある。ドリルミルキーパンチとどっちが強いんだろうな。向こうの覆面マントの男かなりやる。何者だ。覆面マント、覆面マントなんかいる。あ、いるいる。やばいやばいだろこれ。入れちゃダメだよあんな。あ、緑川キョロだ。巨大薄型モニターだ。まるで映っているものが前に迫ってくる錯覚を受ける。今からドキドキします。ただいま試合の準備中です。選手の方はこのロビーにしばらくお待ちください。セーブしとくか。なんや、お前小学生ちゃうのんか。もしかして N1 出るんか。そうだけど悪いことは言わんで。怪我せんうちおじん帰り。なんだと、人のこと子供扱いしようって。お前だって俺とそんなに変わんねえじゃん。何言っとんねん。ワイヤーコミュニティも立派な中学1年生じゃん。そんな子は2歳ぐらいだろ。最近の小学生は礼儀は乗っ取らんの。この、アキンドシティの虎、荒駒トラキチ様がきっちり礼儀叩き込んでるわ。ネット君、トラキチ君にネットバトル申し込む？うん。上がってこいや、ちょちょいとひねったるわ。キングマ。全く覚えてないんだけど。普通にやっても届かん。800万だかよあいつ。ロール V2 OK。
ややこしいな。初ストレートも届かんもんな。作戦変更。え？え？なしだろ。いや無理じゃない？いった。ちょ。作戦変更とかじゃなくて。やばい。チェックメイト。ねえ、口調でもないの。ケガ先生に帰った方がいいで。強い。これが N1 のレベルなのか。俺こんな奴らを相手に戦っていくのか。何を気になってんの。戦いこれからだよ。ああ、5、6やつは後できっちりお返してやるぜ。ま、総力盤でもええがな。もし大会で相手と対戦することになっても、結果は一緒やからな。強かったな、本当に。勝てるのか。勝てるんだろうな。選手の皆様大変お待たせしましたね。それではこちらの入り口から中に進んでください。観客席かなり温まってますよ。匂いだね、ネット君。緊張してない？大丈夫、いい感じにほぐれてたぜ。絶対に負けられない奴が一人増えたからな。めっちゃ強かったな。さあ行こうぜ、目指すは優勝だ。うん、強っ。本当に強かったな。こっち？スタジアムの入り口、こちら？うわあ、ここまで観客の声が聞こえてくるよ。緊張するな。人前って緊張するよな。Ladies and gentlemen、株式会社 IPC Presents N1 グランプリ。うわあ。皆様、本日は N1 グランプリにようこそお集まりくださいました。私は、当番組ディレクター、ディレクターが、出てくんのか。本大会でスポンサーである株式会社 ICPC 社長に代わりまして、御礼申し上げます。なお、スポンサーはあちらの編集室から試合を観戦しております。本日最強のネットバトラーの栄冠を掴むべく各地の予選を勝ち抜いてきた D ブロックバトラーを紹介します。まずはワールドツリーから世界を守ったスーパー小学生ロックマンとのコンビネーションは天下一品。いい加減なった。相手の100手先を読む完璧な戦術でチェックメイトや戦略ネットバトラーアラコマトラキチなんだっけ、あのよくあるあの女性のやつでやってほしいよな。巻き舌のどんなやつでもパワーで入手する D ブロック屈指のパワーバトラー、アジナカラの鉄人ボーンズ。ボーンズはフルネームじゃないの。こちらは南アメロッパから参戦、褐色の花が魅力的、弾ける健康美、セクシーネットバトラー、ジェニファー。見た目の話しかしねえな。アメロッパ生まれ、アジーナ育ち、異文化ネットバトラーを見せてる、超異文化ネットバトラー、ジョーンさん。言いづらそう。レアチップだけが勝負の決め手じゃないぜ。一番大事なのはオペレーティングの腕なのさ。テクニカルネットバトラー高越。あれ、ユンザーも
見た目はすごく地味。しかし、チップの知識はかなりのもの。今日は科学省の制服っぽく決めて、ぽく社員じゃないのかよ。マニアネットバトラー、山田よしお日本人だな。お前一体誰なんだ。年齢、性別、出身地、一切不明。とにかく何もわからない。謎、謎、謎の謎だらけ。ネットバトラー、キュー。以上、8名の選手が D ブロック、あ、そうか。このブロック、ってことか。そうだよな。あれだもんね、デカオンいないもんな。あいつ A ブロックだよね。皆さん、選手たちに盛大な拍手をお願いします。何ブロックなんだろう。 B とかかな。ヘイミスタースライマー、 N1 グランプリの参加選手って全部で何人いるんだ。8名ごとに1つのブロックを分けてるのさ。32か、32人なのさ。 A から C の選手たちはもう試合会場に移動してるのさ。そして試合会場の様子はこの大型モニターに中継されるのさ。試合会場ってここでやるんじゃないのか。ここでバトルをするためには今から案内する会場で試合をしてベスト4に入らないといけないのさ。おっさん、それやったら早試合会場に案内してくれや。わいは早バトルしたくてうずうずしとるんや。おっさんって、そんな痩せなくても案内するさ。君の威勢がどこまで続くか楽しみだよ。いやかましいわ、早バトルさせてくれや。今テレビ局の前に一斉に船が止まってる。それが試合会場へと誘ってくれるのさ。君たちの試合会場となる地獄島へね。それでは解散です。さあ地獄の渡し船に乗り込んでください。なんだ。それでは皆様、こちらの巨大モニターで選手たちの戦いぶりを存分にお楽しみくださいませ。なんでわざわざ島に行かなきゃいけないんだ。花に満ちた開会式、そして試合会場となる地獄島とは一体どんな島なのか。この後地獄島へ向かう船の中で信じられない事態が。それは誰のあれなんだ。メール、応援してるぞ。いよいよ始まったな。パパテレビの前で応援してるぞ。いいものを添付しておくよ。ナビカスのメモリマップが広くなる。ありがてえ。メモリマップが広くなるとより多くのプログラムを組み込むことができるから、今まで不可能だったカスタマイズも可能になるかもしれない。頑張るんだぞ。やったぜ。早速やろう。だから 4×4 が 5×5 に、 5×5 にしてくれよ。だってこれまだ使えないってことでしょ。クイックゲージ、これいけんのか。あ、無理だよね。曲げらんないもんな。砂に変えるエアシューズ、動かす、こうでしょ。ため打ちいらないんだよな。でもあ、無理だわ、入れらんないわ。動かす、あー、これなー、上下っていうか、あれが逆だったらなー。これでいけるか。いけないね。ここだな。同じの隣に会えないっていうのがな。オッケー。あ、やば、白かぶってるわ。ダメだろ、変だよな。いえ、これだわ。こっちだ。ごめんなろクマ。終了。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。